おー、上手上手、できた。おじこい、おじこい。ここに、ここに、塩。お塩。くるちゃん、パラパラしたい。くるちゃんもパラパラしたい。そう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 。よし、もういいよ。塩辛くなるけどね、これぐらいにしとこう。わあわあわあ、かけすぎた。それはちょっとかけすぎじゃないか。ちょっとこれはかけすぎだよ。熱、ね、くない？うん、大丈夫だけど。オッケー、待っとこう。ね、待っていきましょう。どうでできたかな？オープンしてみて、父ちゃん。開けてよ。まだほら、火がついてるだろう。お父ちゃん、もうちょっとしたらひっくり返そうか。まあいいかな、もうひっくり返そうか。うん、いい、父ちゃん、いいよ。熱いけど気をつけて。できない。よし、じゃあやるね。すごい父ちゃん、ありがとう。すごい父ちゃん、すごいね。すごいじゃん父ちゃん。ソースはこれ。塩じゃっけ。塩？うん。塩でたんだ。だけどここなんか足りないよ、これのお肉。ソースはね、持ってきてないんだ。じゃっけ、塩で食べよう。塩だけ取る。うん。近いよ、父ちゃん。近すぎ？近くよ。小さくやって、ちっちゃく。ちっちゃく、ちっちゃく、もっともっと。いっぱいいっぱい。あ、そう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 。一緒に映っとるよ。はよー。ハローして。ハロー。ハロー。ハローして。ハローしたよ。ハロー。かわいいの。ハローしないじゃ。はい、もうちょっと塩かけとこうか。パラパラしたい、パラパラ。ちょっとだけにしてみよう。よし、OK。 ちょっとずつ、ちょっとずつしやなくちゃ。うん、ちょっとずつやらない。もう OK みたいよ、ブチブチ。まだまだオッケーかな。焼きすぎたら硬くなるけどね。もう硬い。よいしょ。じゃあ切りますよ。はい。ちっちゃくするの？大きくしようか。うん、ちっちゃく。ちっちゃくするのがいい。うん、ちょっと生な部分があるかな。こんぐらい。うん、そう。こんぐらいでいい。父ちゃん、はい、いただきます。いいよ、いい。ちょっとずつ食べてだ。熱い。うん、まあ美味しい。これ、うん、美味しい。柔らかいね。甘くて美味しい。美味しい。これ安いお肉なのに美味しいな。まだいるね、うん、これはいっぱい食べれるわね。これはすごい柔らかいね。うん、すごい美味しい、ね、すごい早い。もう一個あげよう。美味しい。
お肉？うん、白いご飯。あ、白いご飯できたよ。お肉ください。お肉ね、よし、お肉いっぱい食べなさい。うん。待って、じゃあ先に白いご飯をオープンしようか。うん。すごい美味しそう。じゃあここに。お肉。待って、その前にご飯ついてあげる。白いご飯食べながら。暑くない？暑いよ、多分。でもね、ちょっとずつ食べるよ。パリパリしたところもある。パリパリ？うん。パリパリ？よし、お肉も入れてあげようかしら。うん、いっぱい、たくさん食べたい。もっといる？うん、食べたい食べたい。すごい。お腹にする。今日はマダイのお刺身。やっぱ食べやん、これお刺身食べれん、うん、そうやね。キャラメルちゃんはお刺身大好きなんですけど、ミニーちゃんはね、生魚全般食べれないんですよ。これ不思議なもんだね、うん、やったね、うん、キャンプ行きたかったもんね。消えたやったね。消えた、消えた、うん、消えた。あったかいけど美味しいよね。コロッケ？味フライ。味フライ？この中に置いとったらあったかくなるはずだっけ。ちょっとあったかくしよう。プーちゃんこれ食べん。あれ、お魚よ。いらん。いらん、うん、そうか。今日はやかん持ってこんかったね。お、危ない。マキアのなんか自動販売機みたいなのがあるんですよ。お金だけ入れてくださいっていう。あそこで一玉250円なんで、そこはかなり安いと思いますね。木の種類なんですか？木の種類、あ、今ここにあるんですけど、なんですかねこれ。自分軽いですよ。あ、ここ杉です。あ、杉ですかね。はい、沼みたいな感じの、ダムみたいな感じのところに、ここからこうすると左側に巻き打ってるところなんです。もう一束7で357円。あのイノシシの肉。あ、そう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 。あ、あそこ来るときすごい気になったんですよ。そしてあの250円で杉の杉の。へえー、あ、やっぱじゃあ杉の方が安いね。安いです。あそこも多分巻き割り台持ってくれると思う。そうなんですか。あそこイノシシの肉を売ってるけど、どうなんですかね、美味しいんですかね。いや、食べたことないんですけど、相当乾燥しますね、これね。だからあの、よく燃えるでしょ。燃えるんですけど、すごい早いです、燃え尽きるのは。だから、こういうのと、あの、普通の肉と混ぜてやった方がいいです。あー、なるほど、なるほど。漬け付けこういうの使ったりとか、調理する時これ火力強いからこれでやったりとか。はいはいはい。ちょっと冷たいかな。大丈夫。父ちゃんは？父ちゃんどう、あったかい？大丈夫。いいな、父ちゃん。ちょっと触ってみて、父ちゃん。うん、あったかい。
そば食べるって。いらん？うん。おいしい。あったかい味噌できたら食べてみた。あはは、すいません。すごい。これ半分取ってもらっていいですか。あ、いいんですか。はい、どうぞどうぞ。ペロッと行ってください。わあ、すみません、ありがとうございます。はい、いただきます。はい、わあ、美味しそうだこれ。まずは保証できません。いえ。いや、大きいし、美味しいですよ。はい。すごいパリパリになってますね、これ。ちゃんと焼いたらこんなになるんですね。うわあ。パリパリよこれ。父ちゃん、美味しいわ。まだ食べてないよ。父ちゃん、ご飯食べるまで待ってよ。寒い？うん、もうパイじゃんしない？する。よし。それ置いといて。うん、ここ？うん。入れとこうか。走りたいですね。結構ドライブするのが好きなんで。ねえ父ちゃん、次寝る時間。寝る時間？電気。ちょっとじゃあ一回電化します。はい、電気つけたけどちょっと待って。ありがとうございました。これなんだと思ってどんぐりが食べてる。分かった。あのミニーちゃんの大好きなリス。あったり、リスでした。もう
牛。当たり。ガオ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 。ライオン。怖いよ。ややしやなき。カッパ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 。うま。うま。うま？うま。え、違う。カッパ。カッパね。カッパって幼稚園が好きだったのよ。カッパってすごくほっぺたもあるし可愛いよ。キュウリとか。あ、キュウリが好きなの？カッパ？うん。そうか。今は8時20分です。ミニーちゃんと初めてキャンプに行ってですね、今回は偶然ですね、隣にテントを張ってた方が、うちのチャンネルの登録者の方で、ちょっといろんな話をさせてもらったりとかしてですね、お土産にこれもらいました。ファットウッド。これをね、削ってこう焚き火に使えばいいということで、今度ね、これ使ってみようと思います。また見てね。